ありがとうございます。ありがとうございます。はい、栄広場にお集まりの皆さん、こんにちは。私たちイノセントリリーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではメンバーの自己紹介したいと思います。はい、あ、はい、黄色担当の山口亮です。よろしくお願いします。亮ちゃん。はい、赤色担当の橋本リリアです。よろしくお願いします。じゃないよ。はい、今日はですね、撮影が OK なライブになっているので、皆さん携帯とかカメラとか持っている方はぜひたくさん撮影してください。よろしくお願いします。積んであげようか。積んで、やったー。ゆうちゃん今日どれ、今日リリアのどれ。ありがとう。大丈夫。はい。もう頑張れない。もう頑張る。頑張ろうね。頑張ろう。まだ夜もあるからね。はい、それではね、引き続き一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてください。僕たちのレッドカーペット。空に満ちた光、目覚めた世界。君の声に誘われて。一息に飲み干して生まれ変われたみたい。
く一緒に出かけようよ。誰かの言葉たちに縛られないで、自分が願う自分を信じて進んでいく。もっと果てない青空を欲しいから、走り続けたい。まっすぐに道の旅へ、夢の数だけ花束をかき集めて、今君に届けに行くよ。こぼれた涙、花びらを散らしても、それはいつか僕たちのレッドカーペット。言えずに心にしまわないで、君の本当の望みは何だろう、歌ってみて。今はまだまだ頼りない羽でも、走り出したから止まらない、もっと高く空へ、星の数だけ人
以上私たちイノセントリリーでした。ありがとうございました。